2023年、楽天ゴールデンイーグルスは70勝71敗2分けでパ・リーグ4位に終わり、2年続けてクライマックスシリーズの出場を逃しました。3年間チームを率いた石井和久監督が退任し、新たに今江俊明監督を迎え入れ、2013年以来となる11年ぶりのリーグ制覇を目指して来シーズンに臨みます。今江監督は20周年という節目の年で、思い切って選手にプレーをしてもらうために全力を注ぎたいと意気込みを語りました。しかしこのオフシーズンはほとんど戦力の補強がない状態が続いています。さらに松井裕樹選手が来シーズンから MLB のサンディエゴパドレスでプレーすることが決まり、楽天イーグルスは来季の戦力について不安を抱えているのが現状です。今回はそうした状況を踏まえて、来季の楽天のチーム構想や補強ポイント、トレードの可能性についての考察を進めていきます。楽天の投手の現状と新加入選手。楽天のチーム投手成績を振り返ると、防御率 3.52 で2年連続でリーグ最下位の成績を記録してしまいました。また奪三振数は921でリーグ最小、被安打数は1206、失点数は556、自責点は496で、いずれもリーグ最多と多くの課題が残された数値です。個人成績では松井裕樹投手が39セーブを挙げ、2年連続で3度目のセーブ王に輝きました。4月5日には通算200セーブ、10月7日には通算500試合登板という節目を迎えました。しかし冒頭でも申し上げたように、松井選手は来季はパドレスでプレーすることが決まっています。松井選手の抜けた穴を誰が埋めるのかは、楽天にとって大きな課題となるでしょう。今シーズンは松井裕樹投手を筆頭に、楽天の投手陣が数々の記録を達成しました。岸孝之投手は4月16日にキャリア通算2000奪三振、5月2日には150勝を挙げました。田中将大投手は4月6日に NPB で通算1500奪三振、4月21日には日米通算で2500奪三振を達成しました。また唐島渉投手も8月16日にキャリア通算1000投球回を記録しています。チームの最多勝利投手は岸孝之投手で9勝5敗の成績を挙げました。4月は3試合で勝利がなかったものの、5月2日の千葉ロッテ戦で8回1失点の好投で今季初勝利を飾りました。5月中旬に一時的に抹消された後、6月から7月にかけて3連勝を含む好投を見せ、8月11日のオリックス戦では5安打無失点で2年ぶりの完封勝利を達成しました。9月には自身4連勝を記録し、クライマックスシリーズ進出を目指すチームを牽引しました。来季も投手の中心としての活躍が期待されますが、年齢は39歳とチーム最年長でもあります。岸選手自身は2桁にいってチーム内で一番になりたいし、若い子にも負けないようにと闘志を燃やしていますが、チームの将来のことを考えると、若手選手にもう少し頑張ってほしいというのが本音なのではないでしょうか。則本昂大投手はチームで唯一規定投球回数を達成し、8勝8敗、防御率 2.61 という好成績を挙げました。しかし来季からは松井選手がメジャー挑戦することに伴い、クローザーに転向することがすでに明かされています。則本選手はすごく魅力のあるところ、最後しっかり9回を自分らしく締めて勝利をチームに持ってこられるようにというのはある、言われてから緊張はあるけどやってやろうという感じですと意気込みを語りました。ドラフト1位指名の荘司康誠投手は4月22日の北海道日本ハム戦でプロ初登板かつ初先発を果たしましたが、残念ながら敗戦投手となりました。5月28日の同じく北海道日本ハム戦では9回2失点の力投を見せましたが、デビュー以来白星に恵まれない日々が続きました。しかしプロ9試合目となる7月5日のオリックス戦で6回8奪三振無失点の好投を見せ、ようやく待望のプロ初勝利を挙げ、6月4日に3敗目を喫した後、13試合連続で無敗を保ち、その中で5連勝を達成するなど登板ごとに成長を見せました。荘司選手のルーキーシーズンは19試合に登板し5勝3敗、防御率 3.36 という結果を残し、新人右腕の活躍はチームの好調ぶりに大いに貢献したと言えます。来季は則本選手が先発から外れることが決まっていますので、先発の中心としての活躍が期待されます。リリーフ陣においてはプロ5年目の鈴木昊投手が自己最多となる61試合に登板し22ホールド、防御率 3.30 という好成績を収めました。またドラフト3位指名の渡辺翔太選手と高校卒業後3年目の内星龍投手も注目を集めました。渡辺翔太選手はパンボールを駆使して51試合に登板し、防御率 2.40 を記録。リリーフながら8勝3敗でチーム最多の25ホールドを達成しました。一方、内投手は今シーズンプロ初の開幕1軍入りを果たし、4月9日の千葉ロッテ戦でプロ初登板、3イニング無失点の見事な救援を見せました。5月には8試合連続無失点を記録するなど、中継ぎとして活躍を続け、53試合に登板し4勝2敗7ホールド、防御率 2.28 をマークするなど大きな成長を遂げたシーズンとなりました。来シーズンのリリーフ陣では鈴木空選手を中心とした若手投手たちのさらなる成長がチームの勝利に大きく貢献する可能性があります。これらの若手選手がどれほどチームに影響を与えられるかが楽天イーグルスの勝利の鍵となりそうです。そして投手の新加入選手ですが、ドラフト1位の小謝辰樹選手、ドラフト2位の酒井春斗選手と楽天は8人中投手を5人獲得しました。まず小謝選手ですが、外れ外れ1位の獲得となりましたが、身長 181センチ、体重 75kg の左腕はリリースポイントが判別しにくい投球フォームが特徴です。春の全日本大学野球選手権で自己最速の153キロを記録し、夏には大学日本代表の一員として日米大学野球での優勝に貢献しました。今江新監督はまだ大体のイメージですけど、大卒の投手は1軍のキャンプには入れたいなという感じくらいですと、即戦力として起用していく方針を示唆しました。楽天イーグルスは昨年の荘司康誠に続き2年連続で大学卒業の即戦力となる投手を獲得。今シーズンチームの先発投手として多く登板を重ねたのは則本昂大選手、田中将大選手、岸孝之選手で、先発陣の高齢化が懸念されています。この状況の中で小謝選手は荘司選手や早川選手ら若手投手とともにチームの若返りを担う重要な役割を期待されています。そしてもう一人新加入選手で期待がかかるのがドラフト5位入団の松田拓真選手です。小謝選手同様に大卒の即戦力ルーキーの松田選手は大阪産業大学で上級生になるまで特筆すべき成績を挙げていませんでしたが、4年生の春のリーグ戦で7勝無敗を記録し躍進を遂げました。足立担当スカウトは、長身から投げ下ろすストレート、指先の感覚がいいので崩れることなくコントロールがいいと評価しており、150キロをバンバン投げるタイプではないけど、その分キレで岸投手のようなところを目指してほしいと期待を寄せました。今井監督は松田選手もキャンプでは1軍に入れたいと語っていました。そしてドラフト2位の酒井春斗選手、ドラフト3位の日向直樹選手、ドラフト7位の大内誠也選手に関しては高卒ルーキーですので、来季戦力として使うというよりは将来的に楽天投手陣の軸となるように育成していくのではないでしょうか。10シーズンにわたり236セーブを挙げたクローザー松井選手の穴を埋めることは楽天にとっては大きな課題ですが、その役割は則本選手が担うことが決定しました。一方で注目の若手内投手は中継ぎから先発に転向する予定です。現時点での新規加入投手はドラフト指名選手と DNA からの移籍選手である櫻井修斗選手のみです。櫻井選手は2017年のドラフト5位で入団し、2021年には1軍で30試合に登板した実績を持ちます。今季は1軍登板がなかったものの、ファームでは36試合に登板し40イニングで1勝2敗、防御率 3.38 を記録しています。今井監督は左投手は手薄で先発でも中継ぎでもチャンスはたくさんあると話しているように、まだ具体的な起用方法は決まっていないものの、あらゆる場面で櫻井選手を起用していくのではないでしょうか。2024年シーズンからチームを率いる今江俊明監督は則本選手を新シーズンの投手キャプテンに指名しました。現状大きな補強がない楽天投手陣、投手の高齢化問題も懸念される中、今シーズン以上の成績を残すことができるのでしょうか。楽天の打者の現状と新加入選手、チームの打撃成績は打率2割4分4厘、安打数1140、本塁打104でリーグ3位を記録し、485打点はリーグ最多でした。三振はリーグ最小の937にとどまりながらもリーグトップの490四球を選ぶなど選球眼が優れていることが示されています。その結果 ISOD と BBK の数値もリーグで最も高いものになりました。さらに盗塁数はリーグ全体で唯一の3桁102盗塁を達成。個人成績としては浅村栄斗選手が3年ぶりに2度目の本塁打王のタイトルを獲得、また小深田博人選手はパ・リーグ最多の36盗塁を記録し自身初となる盗塁王に輝きました。さらに外野手としてパ・リーグ最高の守備率9割9分7厘を達成した辰巳亮介選手は3年連続で3度目のゴールデングラブ賞を受賞しています。来季の打線の中心も間違いなく浅村選手になるのではないでしょうか。浅村選手はシーズン開始時4月に打率2割8厘3本塁打と思わぬスランプに陥りましたが、5月に7本塁打を放ち交流戦では打率3割3分3厘と徐々に復調しました。7月には本来の打撃を取り戻し4月7日から9試合連続安打を記録し、7月16日の千葉ロッテ戦では1試合5安打うち2本塁打を放つなど2017年以来の大活躍を見せました。この月の成績は打率3割9分5厘9本塁打24打点 OPS1.220 で月間 MVP も受賞。9月14日にはパ・リーグ新記録となる1144試合連続出場を達成。チームのクライマックスシリーズ進出争いが激しくなる中、9月16日から10試合連続安打を打つなどシーズン終盤までチームを牽引しました。クライマックスシリーズ進出は果たせなかったものの、個人としては8年連続全試合出場を果たし、リーグトップタイの26本塁打、リーグ3位の78打点、打率2割7分4厘、OPS0.829 という素晴らしい成績を収め、2年連続でベストナイン二塁手部門に選出されています。33歳という脂が乗っている年齢である浅村選手は、来季も今シーズンと同じく素晴らしい活躍を見せてくれることが期待されます。また来季もチームを支えることが期待される小深田選手は、自己最多の134試合出場を果たし、4年連続で規定打席をクリアしました。盗塁王としての初タイトル獲得を含め123安打5本塁打37打点というキャリア最高の成績を更新しました。来季は40盗塁を目標に掲げており、来季も小深田選手の俊足は他球団にとっても脅威であることは間違いないです。守備では主にセカンドを守りながら、サード、ショート、外野もこなす汎用性の高さで、チームに欠かせないユーティリティプレイヤーとしての役割を拡大しています。シーズン後半のチーム反転構成には、浅村選手の好調復帰とともに2人のドラフト7位出身野手の著しい進化もありました。プロ8年目を迎えた村林一樹選手は、2015年ドラフト7位での入団以来、守備固めや代走での役割が主でしたが、今シーズンは開幕ショートの山崎剛選手とのポジション競争に勝利、6月25日に9番ショートでシーズン初スタートし、3打数2安打を記録。7月からは1番ショートとして出場機会が増加し、7月2日の千葉ロッテ戦では4安打5打点の大活躍でチームの順位向上に貢献。4月30日の埼玉西武戦では延長10回にプロ初となるサヨナラタイムリーを放ち、その成長がチームに新たな風を吹き込みました。4月下旬から13試合連続安打を記録したり、守備では無駄のない動きと確実な送球でたびたびチームを救ってきました。もし来季にレギュラーとしての地位を確固たるものにできれば、6年連続ゴールデングラブ賞受賞の埼玉西武源田壮亮選手のライバルとしての存在感を示すことになるかもしれません。もう一人のドラフト7位はプロ5年目の小郷裕也選手です。2018年ドラフト7位で選ばれ、昨年の10試合出場から今季には120試合に出場し、キャリアハイとなる102安打10本塁打49打点13盗塁を記録しました。ヤクルト戦での2試合連続猛打賞により、3番ライトでのスタメン出場が増加。6月16日と17日の連続ホームランを含む6月は打率3割4分1厘と好調ぶりを見せました。7月11日と12日には2試合連続ホームランを放ち、チームの連勝に貢献。8月には打率が2割1分5厘と落ち込みましたが、10月3日の福岡ソフトバンク戦ではシーズン100安打目にして10号ホームランを達成しました。今シーズンプロ野球では10本以上のホームランと10盗塁以上を達成したのはたった2人、その中には西武ライオンズの外崎修汰内野手が12本塁打と26盗塁で名を連ね、もう1人が小郷裕也外野手です。規定打席には届かなかったものの、小郷選手はトリプルスリーに近い選手と言われ、可能性を持つ選手として注目されています。パワーとスピードを兼ね備えた同期の辰巳亮介選手らと共に成長し、新体制の今江楽天イーグルスを象徴する選手としての活躍が期待されています。新加入選手はドラフト指名を受けたドラフト4位のワウォーターズ理海ジュミル選手、ドラフト6位の中島大輔選手、ドラフト8位の青野拓実選手の3人です。中島選手以外は高卒ルーキーですので、即戦力として来季の構想に入るかは微妙なところです。中島選手は東都大学野球秋季リーグで MVP を獲得し、優勝を決めたリーグ最終戦で満塁本塁打を放つなど、不動の1番打者として春秋リーグ連覇に貢献するほどの勝負強さも持ち合わせています。走攻守を武器に中島選手は1年目からレギュラーを取るくらいのつもりで頑張りたい、最後まで全力でやるという思いでこれからは頑張っていこうと思いますと意気込みを語りました。中島選手の起用方法は明かされていませんが、小謝選手、松田選手同様に1軍キャンプでのスタートになるのではないでしょうか。2024年、野手キャプテン浅村選手を軸に、楽天は新しい船出を迎えます。特に目が離せないのは、2018年ドラフト出身の選手たち、辰巳選手、太田光選手、小郷選手、そして今季エスコンフィールドでパ・リーグ最初のホームランを放った伊藤幸喜選手、ファーム首位打者の渡辺義明選手などが含まれるこの中堅層、来年28歳の選手たちが力を発揮すれば、チームが盛り返す可能性は十分高いと言えます。その他の即戦力となる新加入選手ですが、12月26日時点ではありません。新外国人選手の獲得も発表されておらず、チームは支配下選手としての補強をたった1人にとどめています。これは12球団中で最も少ない数です。しかし外国人枠にはまだ余裕があるため、今後の戦力補強の方針が注目されます。楽天の補強ポイントですが、今季の成績を見てみると、チーム防御率はリーグ最悪の 3.52 で、12球団でもワースト2位という成績でした。攻撃力ではある程度の成果を見たものの、投手陣にとっては厳しい1年だったと言えます。新外国人選手の補強が行われるのであれば、メジャー経験もある先発投手の獲得に動くのではないかと考えられますので、メジャーの契約が落ち着き次第、獲得に動くのではないでしょうか。またトレードについてですが、今年はシーズン中のトレードなどはありませんでした。トレードでも楽天の現状を踏まえると、投手の獲得に動きたいところですが、放出選手を誰にするのかという問題もあります。即戦力の投手を獲得するためには、相応の選手を放出しなければなりませんので、リスクはありますね。2024年は楽天イーグルスにとって、球団創立20周年という節目の年です。新体制のもと、優勝を目指すチームの来季の成績が注目されています。現時点で大きな補強は行われていないため、ファンの間には懸念の声も上がっています。しかし、完全に補強なしでシーズンに臨むとは考えにくいため、これからの動向に期待したいところです。いかがでしょうか。今回は楽天の来季の構想や補強ポイントについて考察していきました。皆さんは来季の楽天の戦力についてどのような意見を持っていますか？あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。